R-25 から300つまんキー R-25 は、つまんキー R-11 を原型として、開発されたとみられるターボジェットエンジンである。セルゲイ・アレクセイエビィチガブリロフの手動の下で、設計された。つまんキー R-25 は、ミック -21 戦闘機のつまんキー R-13 を置き換える目的で設計された。 R-25 は新型圧縮機で圧縮機と空気流量を増やし、可変二段式、アフターバーナーとチタンの大幅な採用を特徴とする二軸軸流式ターボジェットである。R-25 ジェットエンジンの使用には二台目のアフターバーナー用の燃料ポンプの追加がある。加速装置の使用によってエンジンは高度4000メートルで水力 96.8kN を出力する。 格闘船において1分間の運転に制限されており戦闘時の非常時において3分間が限界でそれ以上使用するとエンジンが加熱して爆発の可能性がある。CSR モード使用後はエンジンを取り外して分解整備が必要でエンジンの稼働時間記録棒に使用回数を記録する。これはすでに運用時間に制限のあったソ連製エンジンの寿命を縮め、 分解整備が必要なので、整備費用が大幅に上昇するが CSR による水力の上昇により、ミック -21 は水力重量比が1、1以上になるので格闘戦で優位に立ち、F-16 を上回る。旧世代の機体に先進的な電子機器とミサイルに更新することによって1982年のデワノン内戦時に F-15A に対して、 シリアのミック -21 のみ損傷を与えた。R-25 エンジンはソ連製ミック -21 シリーズの最終型であるミック -21 ビスのみに搭載された。ス -15 の改良型であるス -15 ビスに搭載する計画もあったが、ミック -21 ビスの生産が優先されたことなどから、ス -15 ビスの生産計画自体が中止された。 1971年から1975年にかけて累計3200機の R-25 が生産された。このエンジンは同様にインドのヒンドスタン航空機で MIC-21 ビス用にライセンス生産された。一般的特性構成要素性能。ありがとうございます。